盗墓物品自負壺などを備えなければならない。木、職員の行為制限。物品事務に従事する職員は、その取り扱いにかかる物品を譲り受けることができず、これに違反するよう、ためは無効、少子。資格最高裁判所は、措置要求が違法に却下猶は棄却されたときは、職員の権利を侵害するものであるから、取り消し訴訟の対象になると判事している。近く、職員団体は措置要求を行うことはできない。近く臨時的任用職員や条件不採用期間中の職員は行えるが、特別職や地方公営企業職員は行えない。資格職員定数や勤務評定制度など、管理運営事項に属することは、措置要求の対象とならない。資格措置請求の勧告に法的拘束力はないが、勧告を受けた機関はこれを尊重し、実施に努めるべき責任を負う。資格処分説明書の記載内容や、処分説明書の献血は、処分の効力に影響を与えないので、説明書の交付がない場合は、交付の請求を行うことなく不服猿立てをすることができる。資格地方公営企業職員及び単純労務職員、臨時的任用職員や条件不採用期間中の職員も不服猿立てをすることができない。資格不服猿立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、または処分があった日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。資格審査は書面審理が原則だが、処分を受けた者から口頭審理の請求があった場合は、口頭審理で行う。さらに、処分を受けた者から公開の請求があったときは、口頭審理を公開で行わなければならない。資格処分の取り消しの訴えは、人事委員会君平委員会の採決決定を経た後でなければ、提起することができないが、処分の無効確認を求める訴えは、採決決定を経ずに直ちに提起することができる。資格最高裁判所は、措置要求が違法に却下または棄却されたときは、職員の権利を侵害するものであるから、取り消し訴訟の対象になると判事している。近く、職員団体は措置要求を行うことはできない。資格職員定数や勤務評定制度など、管理運営事項に属することは、措置要求の対象とならない。資格措置請求の勧告に法的拘束力はないが、勧告を受けた機関はこれを尊重し、実施に努めるべき責任を負う。資格処分説明書の記載内容や、処分説明書の献血は、処分の効力に影響を与えないので、説明書の交付がない場合は、交付の請求を行うことなく不服猿立てをすることができる。資格地方公営企業職員及び単純労務職員、臨時的任用職員や条件不採用期間中の職員も不服猿立てをすることができない。資格不服猿立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、または処分があった日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。資格審査は書面審理が原則だが、処分を受けた者から口頭審理の請求があった場合は、口頭審理で行う。さらに、処分を受けた者から公開の請求があったときは、口頭審理を公開で行わなければならない。資格処分の取り消しの訴えは、人事委員会君平委員会の採決決定を経た後でなければ、提起することができないが、処分の無効確認を求める訴えは、採決決定を経ずに直ちに提起することができる。長野事務の委任臨時代理、その権限に属する事務の一部を委任臨時代理させることができる。あ、委任先その補助機関である職員、その管理に属する行政長、い、臨時代理者その補助機関である職員、米印、委任と代理の違い。あ、委任当該事務が受任者の職務権限となり、その事務については受任者が事故の名と責任によって処理する。委任をした長は、当該事務を自ら処理する権限を失う。い、代理当該事務は依然として長の職務権限に属し、代理者はその権限を代わって行使するにと、止まる。したが、条例1、条例制定の範囲、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる。自治事務法定受託事務の双方について、
条例を制定することができる。住民に義務を課し、または権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例によらなければならない。2、罰、則、条例に違反した者に対して刑罰を科する旨の規定を設けることができる。2年以下の懲役禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収、5万円以下の科料。3、条例制定手続き、あ、条例案の提案、原則として、町議員の双方が条例案の提出権を有する。議員が提出する場合は、議員定数の1/2以上の者の賛成が必要である。ただし、条例案の性質から、どちらか一方に提出権が専属するものがある。町に専属するもの都道府県の組織、局部課、市長、市町村の秘書出張所に関する条例。2. 議員に専属する者議会の委員会議会事務局などの設置条例。 1. 条例案の議決、原則として出席議員の過半数で議決されるが、一部例外がある。議案の修正を議題とする場合、議員定数の 1/2 以上の者の発議によらなければならない。交付施行、条例案の議決矢印議長は3日以内に町へ送付矢印市長は20日以内に交付しなければならない。特に定めのある場合を除き、交付の日から起算して10日を経過した日から施行される。4. 条例による事務処理の特例、都道府県はその権限に属する事務の一部を条例により市町村特別区が処理することとすることができる。都道府県知事はあらかじめ市町村長特別区長に協議しなければならない。区市町村長は議会の議決を経て、都道府県知事に対し、その権限に属する事務の一部を当該区市長、村が処理することとするよう要請することができる。5規則、1、規則制定の範囲、町は法令に違反しない限りにおいて規則を制定することができる。自治事務法定受託事務の双方について規則を制定することができる。2、規則の種類、1、法規たる性質を有するもの、住民の権利義務に関するもの。2、行政規則の性質を有するもの、地方公共団体の内部的事項に関するもの。3、条例の委任を受け、または条例を執行するための最速的な定めをするためのもの。3、規則の規定事項、あ、法令に違反しない範囲内、国の法令に違反して制定された規則はその限度において無効である。い、長野県限に属する事務、1、条例で定めることとされている事項については規則で定めることはできない。住民に義務を課しまたは権利を制限する事項、公の施設の設置管理に関する事項など。2、ただし1の場合でも条例で基本的事項を定め、細めは規則に委任することは可能である。3、長野県限の委任に関する事項、補助組織の文化に関する事項など、町の選管に属する事項や、法令によって規則で定めるべきこととされている事項については、当然に規則のみの規定事項となるが、それ以外の事項、せりくだ的事項は条例でも規則でも定めることができる。う、他の機関、議会行政委員会などの権限に属しないこと。4、罰、則、規則に違反した者に対し5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。5、規則の効力、国の法令に劣り、同一地方公共団体内においては条例の効力に劣る。6、他の機関が定める規則、議会議長行政委員会もそれぞれの権限の範囲内で規則を制定することが認められている。地方公共団体の種類、事務名称、事務所、1、地方公共団体の種類、普通地方公共団体、特別地方公共団体とも法人である。あ、普通地方公共団体、都道府県、市町村、都道府県と市町村は法的には対等。い、特別地方公共団体、特別区、地方公共団体の組合、財産区、米印、地方開発事業団は特別地方公共団体だったが、平成23年4月の法改正で削除された。2、地方公共団体の事務、あ、自治事務、都道府県市町村が行う本来事務、
法定受託事務以外の事務、い、法定受託事務法律政令の規定により都道府県区市町村が処理する事務、あ、第1号法定受託事務国が本来果たすべき事務で、都道府県区市町村が処理する事務、い、第2号法定受託事務都道府県が本来果たすべき事務で、区市町村が処理する事務、3、地方公共団体の名称、あ、都道府県の名称変更法律で定める。い、それ以外の名称変更都道府県知事に協議の上、当該地方公共団体が条例で定める。条例制定後、新名称変更費を都道府県知事経由で総務大臣へ通知。4、地方公共団体の事務所、都道府県庁区役所市役所町村役場、あ、事務所の位置の設定変更等が地方公共団体の条例で定める。い、事務所の位置を設定変更する条例の制定改廃には、当該地方公共団体の議会で出席議員の3分の2以上の同意が必要である。う、住民の利用に便利であるよう、交通事情や他の官公や家所との関係について考慮しなければならない。3、地方公共団体の区域。1、都道府県の配置分号協会変更、あ、都道府県の配置分号協会変更法律で定める。合併編入は関係都道府県からの申請に基づき、内閣が国会の承認を得て決定することもできる。い、都道府県の協会にわたる市町村の協会変更があったときは、都道府県の協会も自ら変更となる。2、市町村の配置分号協会変更、市町村の変更、町村矢印市、市矢印町村、村矢印町、町矢印村、1関係市町村の議会の議決矢印2市町村から都道府県知事へ申請矢印3都道府県議会の議決矢印4都道府県知事から総務大臣へ届けで、市の配置分号の場合は都道府県知事が総務大臣に事前に協議し同意を得る必要あり。3、都道府県の境界にわたる市町村の境界変更、1関係市町村都道府県の議会の議決矢印2総務大臣への申請矢印3総務大臣が定める米印1、ケラ3のいずれにおいても配置分号協会変更により財産処分を必要とする場合は、関係地方公共団体の議会の議決を経て協議の上、これを定める。4、所属未定地域の編入。1関係市町村都道府県の議会の議決矢印2内閣への申請矢印3内閣が定める。内閣は認定にあたり、あらかじめ関係市町村都道府県の意見を聞かなければならない。5、新たに生じた土地の確認。1関係市町村の議会の議決矢印2市町村長から都道府県知事へ届け出矢印3都道府県知事の告示。6、都道府県知事の権限。あ、市町村の配置分号協会変更に関する計画の策定勧告、市町村合併の計画など。い、市町村の協会に関して総論がある場合の調停裁定、自治紛争処理委員による調停など。う、市町村の協会が判明でない場合の協会決定。え、こういう水面のみにかかる市町村の協会変更の決定裁定、埋め立て地を含むいずれの場合も、関係市町村などの議決に基づく申請意見聴取などを受けて処理する必要あり。不利益処分に関する不服猿立て。1、異議、懲戒その他その意に反すると認められる不利益な処分を受けた職員は、人事委員会君平委員会に対して行政復審査法による不服猿立てをすることができる。2、復審立権者、不服猿立てを行うことができる者は、一般職に属する地方公務員である。退職者も含まれる。ただし、次の1、2に該当する者は行うことができない。1、地方公営企業職員単純労務職員。2、条件不採用期間中の職員臨時的任用職員。3、対象事項、懲戒その他職員の意に反する不利益な処分に限られる。懲戒処分、分限処分、人事上の措置など、米印、職員に対する不利益処分以外の処分や、職員がした申請に対する不作為は、対象とはならない。不服猿立てを行うことができる者は、一般職に属する地方公務員である。退職者も含まれる。ただし、次の1、2に該当する者は行うことができない。1、地方公営企業職員単純労務職員。2、条件不採用期間中の職員臨時的任用職員。3、対象事項、
懲戒その他職員の意に反する不利益な処分に限られる懲戒処分、分限処分、人事上の措置など。